南哲夫は日本の元政治家。衆議院議員総務大臣政務官を務めた。京都府宇治市に生まれ、3歳の時に大阪府大阪市へ移り住む。大阪製工学院高等学校卒業。高校卒業後は大阪市役所に就職し、大阪市職員労働組合に加入。 1986年から1996年まで10年間に、渡り、大阪市食労副委員長を務め、組合活動、市民運動に取り組む。市職員時代は日本社会党及び、その後継政党である、社会民主党の党員であった。1996年。 第41回衆議院議員総選挙に際して、社民党を離党し、旧民主党に入党して、同党公認で、大阪5区から出馬するが、新進党現職の谷口隆義、日本共産党現職の東中三つを、自由民主党新人の中山康秀に得票数で、公人を廃止、得票数再開で落選。二千年の第十二回衆議院議員総選挙にも、 民主党公認で大阪国区から出馬するが、再び公明党現職の谷口に敗れた。2003年の第43回衆議院議員総選挙でも大阪国区では落選したが、重福利候補制度していた比例近畿ブロックで復活し、初当選した。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、 郵政解散による自民党への強い追い風に加え、大阪市職員を自身の秘書に登用していた闇千住が問題視され、比例復活もかなわず落選した。2009年の第45回衆議院議員総選挙では初めて大阪国区で当選し、4年ぶりに国政に復帰した。2010年9月29日、中国建国記念レセプションに出席した。 2011年12月14日に、日本軍、慰安婦問題解決全国行動が開催した、韓国水曜でも1 0役庶民東京に参加した。2012年7月6日、野田第二次改造内閣において、野田義彦首相の消費税増税の方針に、反発して辞任した、福田昭夫の公認の総務大臣政務官に就任。 同年12月の第46回衆議院議員総選挙には出馬せず、政界を引退した。引退後は民主党や民進党で、党大阪府連顧問を務めた。ありがとうございます。